ナバスデトロサの戦いは、1212 12年7月16日に、イベリア半島、現アンダルシア州、ラカロリナ内のナバスデトロサで、カスティーリ王をはじめとするカトリック諸国連合軍と、ムワヒド町のカリフ率いるイスラム諸国連合軍の間で行われた、戦いである。この戦いの意義の大きさから、当時の年代記作者たちは単に、あの戦いと記すことが多い。 1195年、アラルコスの戦いで、カスティーリアをアルフォンソ8世は、勢いに乗るムワヒド町のカリフ・ヤークーブ・マンスールに、敗れ、この戦いで、ムワヒド町は、トルヒージョ、プラセンシア、タラベエラデラ、レーナ、クエンカなどの重要な町を奪った。そのためタホカワ流域遺難は依然として、イスラム勢力の支配下に置かれることになった。しかも同年、その敗戦につけ込んだ。 レオン王アルフォンソ九世から攻撃を受けた。これは退けたものの、このようにカスティーリャ王国は東隣のアラゴン王国とは条約で国境を定めていたが、西隣のレオン王国やポルトガル王国とは国境紛争が繰り返されている状況であった。1199年にヤークーブ・マンスールを継いだムハンマド・ナーシルは1211年10万を超える大軍を率いて、 ジブラルタル海峡を渡り、カラトラバキシ団の守るサルバティエラ城を占領して、カトリック諸国の新誕館から占めた。ムワヒヒド長が新たに攻撃の準備をしていることを知ると、強ノ員のテウス三世とトレド、大司教ロドリゴヒメネスデラダは、カトリック諸国間で争うのをやめ、カスティーリア王アルフォンソ八世の指揮下で一致団結して、単イスラム戦争を戦うように命じた。 強皇の仲裁の下で、アルフォンソ8世、ナバラオ・サンチョ7世、アラゴン・オペドロ2世は、同盟を確約した、カトリック連合軍の構成は次のようであった。アルフォンソ8世の指揮する軍勢は、カスティーリアの20の町の軍団の連合であった、メディナ・デル・カンポ、マドリード、ソリア、アルマサン、メディナ・セリとサン・エステバン・デ・ゴルメスなどの町が、含まれていた。ビスカヤの領主ディエゴ・ロペス世、 であろうが旗の持ち手になった。さらに加わったのはサンチョ7世のナバラ軍、ペドロ2世のアラゴン軍、ポルトガル王アフォンソ2世の軍である。ポルトガル軍はこの戦いには参戦したものの、王自身は参戦しなかった。それから、テンプル騎士団、サンティアゴ騎士団、カラドラバ騎士団、オスピタル騎士団などの騎士集団会や、フランスの司教に引きられた騎士らが加わった。レオン王アルフォンソ世は、 アフォンソ二世と敵対していたために来なかったが、レオン王国の騎士たちは、王の名城として派生参じた。1212 12年の夏にこうして、カトリック連合軍はトレドに集結した。そしてムハンマドナーシル率いる新政軍と歴史的な決戦をすべく南方へ向かって進軍した。アルフォンソ8世にとっては、アラルコスの雪辱を果たす好機でもあった。しかし、 強硬史上主義の騎士たちの一部が連合軍から運ぼれするように脱落していった。つまり、キリスト教連合軍の指揮官、アルフォンソ8世に従ってついてきただけの義勇兵的な騎士たちには政治的な了解などの強い動機があったわけではなかった。彼らにとって熱くて不快の慣れない気候は耐えられないものだったのである。このようにカトリック連合軍は、 必ずしも足並みが揃っているわけではなく、当初6万を超えた兵力は5万程度まで減少した。アンダルシア地方のハエンの住民の間の小競り合いに半ば介入する形で、1212 12年7月16日にハエン近郊のナバスデトロサで両軍は戦闘を開始した。カトリック連合軍の配置はアルフォンソ8世と騎士修道会の軍勢が中央に陣取り、山頂7世。 アビラ、セゴビア、メディナデルカンポの軍勢が、右翼、左翼に、ペドロニセイの軍勢が陣取っていた。はじめは、コゼリアイのような戦いが繰り返された。カトリック連合軍は、約5万、ムワヒヒド軍は、約12万5千の兵力であった。ナバラオ三丁七世、豪遊王の勇士、スペイン北部ロンセスバージェスの街道のステンドグラスの画像より、ムワヒド軍は、 正面からの衝突をなるべく避けて、カトリック連合軍が疲れてくるのを待つ戦術をとった。イスラム軍は、カトリック軍の2倍をはるかに凌駕する兵力であり、交代するように見せかけて、主力の厚みを生かして一気に反抗するつもりであった。つまり、カトリック連合軍を挑発しておいて混乱しているところを、アンダルスと本国のベルベル人で構成された、圧倒的な戦力を持って、 イベリア半島から一気に叩き出すつもりであった。イスラム教徒軍が交代を始めたとき、それを見ていたカトリック連合軍の陣中では、アルフォンソ8世が進化である騎士たちや王子の正面にいた。アルフォンソ8世はカトリック王たち共通の、そして自分自身に課せられた使命を果たすチャンスと見て取った。アルフォンソ8世はムハンマドナーシルの本陣の反対側の脇腹に突撃をかけた。 この攻撃はカトリック連合軍の指揮を奮い立たせた。一方、ムワヒヒド軍は大混乱に陥った。アラゴン軍やナバラ軍の小競り合いのような戦いも形勢が一気に傾いた。この時、伝説のように語られる三蝶七世の突撃が行われた。彼は帰下の精鋭を率いてムハンマドナーシルの本陣めがけて特攻し、 本人のテントを鎖のように守る苦境な奴隷による、新衛隊を打ち破って、テントまで切り込んだ。ムハンマド・ナーシルとその軍勢は慌てふためいて、9万、とも10万とも言える犠牲者を出して敗走した。一方、カトリック連合軍の戦死者は2000人ほどであった。主な犠牲者は、騎士修道会に集中していた。カラトラバ騎士団の騎手であるペドロ・ゴメスでアセベード、サンティアゴ騎士団修道長、 アルフォンソ・フェルナンデス・でバリャドーレス、サンティアゴ騎士団隊長ペドロ・アリアス、テンプル騎士団隊長ゴメ・スラミレス、カラトラバ騎士団隊長オルイディアスは、指揮ができないほどの悲惨な怪我をしていた。一方、敗北したムハンマド・ナーシルは本国へ逃げ帰ることはできたものの、翌1213年、マラケシュで自己死した、戦後のナバーラ王国の新たな、 縦型紋章ナバラ王国の縦型紋章はこの戦いを契機に赤字に金の鎖が描かれて中央にエメラルドが配される図柄となった。この紋章は今もスペイン王国の紋章の右下部分に見ることができる。ナバスデトロサの戦いでムワヒヒド朝の受けた打撃は壊滅的とも言えるもので以後イベリア半島のイスラム勢力は衰退と後退の一途をたどることになった。そして グワヒヒド町の本国であるマグリブにおいても、やや時期が遅れたものの、衰退に拍車をかけることになった。一方で、カトリック諸国のレコンキスタの進展には弾みをつけることになった。カトリック諸国間の内紛や1225年の大飢饉がなければ、もっとレコンキスタが加速したであろうと言われている。ナバスデトロサの戦いの後、カスティーリアは、バエサとウベダを獲得した。これは、 ナバスデトロサ近郊の主要な取であり、アンダルシアへ侵入する玄関口とも言える拠点であった。カスティーリアのレコンキスタは、フェルナンド三世の時代、1236年に、コルドバ、1246年に、ハエン、1248年に、セビリアを占領して飛躍的に進展した。新たに、アルコス、メディナシドニア、ヘレス、カディスを獲得している。 1251年には、ナスル朝グラナダ王国を除いて、大ァ諸国はすべて併合された。一方、アラゴンは、ハイメ一世の時代、1228年から4年をかけて、バレアレス諸島を征服し、1238年9月に、バレンシアを占領した。バレンシアは13世紀の地中海において、ジェノバやベネツィアに次ぐ、商業都市となった。アラゴンは、 バレアレス諸島からサルデーニャやシチリ山での西地中海域を支配する帝国へと成長した。一説にはアルフォンソ8世は普通のイスラム教徒住民には寛容であり、カラトラバの町の住民に攻撃を予告して逃がした。ために戦意を失った騎士たちが帰国したという。鈴木 P178、脇腹へ抜ける山の感動をこっそりって奇襲をかけた。あるいはアンダルシア地方の 王の橋を通って、シエラモレーナ山脈を通り抜けて攻撃をかけたという、鈴木 P178、ありがとうございます。